ハロー、みさきみさです。ということで今日は Amazon ブラックフライデーで購入したこちらのレーザーのヘッドセットをね、紹介していきたいと思います。こちらはブラックシャーク V2 のスペシャルエディションということで、USB サウンドカードもね、ついたモデルになります。でこのスペシャルエディションっていうやつなんですけど、まあ、普通のやつはここの緑の上の部分っていうのが黒色です。なのでもうこっちの方がね、圧倒的に私は可愛いと思うんですよね。まあ他の人でレビューしてた人が、まあ、全然いなかったんで、まあ、ちょうどいいかなっていう感じでこれね、 Amazon で買いました。でお値段がですね、買った価格が7000円ちょっとぐらいかな。で普通に現在買うと9000円台ぐらいで購入することができます。まあ、そういったセールの時に安くでゲットできるっていうね、お買い得製品だと思うので、まあ、このヘッドセットがどれだけすごいのかっていうのをね、ちょっと今日は見ていきたいと思います。このヘッドセットの特徴をね、ちょっと軽く紹介していくと、360度ね、どの方向から敵が来ているのかっていうのがめちゃくちゃ分かりやすいっていうヘッドセットになります。そしてドライバーの大きさは 50mm で、そしてね、マイクもね、結構いいみたいなので、今回はね、同じぐらいの価格帯、前回紹介したこちらスティールシリーズのアークティスノバ1、こちらも、9000円いかんぐらいかな、9000円ぐらいで購入できるね、こちらのヘッドセットと、私がヘッドセットの中で一番もしかしたらマイクの音質いいんじゃないかと思っているこちら HS65 っていうね、コルセアさんが出しているヘッドセット、多分ね、私的にはこれがね、一番マイクの音質ヘッドセットの中でいいんちゃうかっていう風に思うぐらいね、めちゃくちゃすごいんですけど、まあ、価格はですね、この2つよりも少し高め、この3つのマイク音質を比較していきたいと思います。いや、レーザーの製品ね、使うの初めてだからめちゃくちゃ楽しみ。じゃあそれではね、開封していきましょう。はい、箱はね、こんな感じなんですけど、結構大きいですね。じゃあ開けていきます。よいしょ、いきます。あー、おー、すごい、ケース付き、まさか、すごい、これで持ち運べますね。素材はね、なんか雨に濡れても大丈夫そうな感じのツルツルしたようなね、感じの素材になってて、そして取っ手の部分なんですけど、ここにもね、クッションがついてて、ちょっと分厚くなってますね。ちょっと軽くね、ここにあのレーザーっぽいね、緑色が刺繍されています。そしてこのチャック部分にはレーザーって書いてるね、かっこいい。このポーチいいな、なんかヘッドセット以外にもね、全然使えそうな感じですね。ドン、じゃーん、うわ、すっごい緑めちゃくちゃ緑なんですけど、やば、もうこの外が真っ黒やけど、中開けたらもうレーザーって感じですね。っていうか中もめちゃくちゃしっかりしてる。まずこれ取り出して、まあ、箱をね、さっき見たいと思います。はい、こっち箱なんですけれども、めちゃくちゃしっかりしてます。ほら、わかるかな、クッション、結構分厚めのね、クッションで周りがね、守られてますね。でここの底の部分なんですけど、めちゃくちゃ硬いんで、カバンの中に入れてても押しつぶされる心配もありません。そしてこの蓋を開けたここの部分なんですけど、なんとここにね、チャックがついています。ここもね、収納できるようになってる。ケーブル類だったりっていうのをね、ここに入れることができます。でこっちにマウス入れてもさ、閉まるんじゃない？ちょっと試しにこのマウスを入れてみて。あ、入るじゃん入る、全然余裕で入ります。ほら、あ、いいね。まあ持ち運びしないんですけど私は、っていう、まあしっかりしたケースもついてますと。はい、そしてこちらがヘッドセットになります。こんな感じになってるんですけれども、めちゃくちゃかっこよくない？こう見たら結構緑だなっていうふうに思うけど、頭につけた時可愛いと思うんですよね、私は。うわー、待って、ここ、めっちゃいいじゃん。レーザーが好きな人はね、めちゃくちゃかっこいいデザインになってるんじゃないですか。これスペシャルエディションじゃない、普通の方はね、ここの上の部分も暗めになってるんですけど、いや、緑可愛いね。まあ、レーザー関係なく、やっぱり黒緑っていうのもめちゃくちゃ可愛い。横側がですね、もうワイヤーで折れそうっていう感じの細いやつでね、つながってて、で真ん中にこういう緑色のケーブルで
これ折れそうやなって思うねんけど、結構硬いです。結構というかめちゃくちゃ硬い、しっかりしてます。だからね、折れなさそうです。ちゃんと安心してください。でもここの部分はちょっとね、注意が必要かもね。何かにこう引っ掛けてちぎれちゃうということはありそう。で、頭の調節なんですけど、結構伸びました。チェホンマンでもつけれそう。そして左側にはボリューム調整があります。これ結構調節しやすかった。そして裏側にはミュートボタンもありました。こちらのヘッドセットのマイク部分は着脱式になっていて、マイクはいらないっていう方も結構多いと思うんで、取り外せて邪魔にもならないので、めちゃくちゃ嬉しいポイントですね。こちらのマイク自体も自由に動かすことができて、この風防の中はこんな感じになっています。取り外して使うこともできると思うんだけど、まあ、このしっかりした風防をつけた方がいいかなって思います。そしてケーブルは有線になっていて、取り外すことはできませんでした。このケーブル、緑と黒色でめっちゃ可愛くない？そしてケーブルの先につながっているのはこちら USB カード。これを挿さないとまあ普通のイヤホンと変わらないから忘れないように。つけた感じはこんな感じ。つけると緑色の部分がね結構狭くなるかなって思ったんですけど、頭の部分のクッションが結構分厚めになっていたので、まあ、緑色のね見える範囲っていうのが結構広かったです。まあ私は茶髪なんですけど、黒髪の人だったらねもっと似合うかなって思います。そして付け心地なんですけど、ピタッとホールドされた感じはしなくて、結構緩い感じの付け心地だなっていう風に思いました。なので結構密閉型がね好きな方っていうのは、まあ、こちらのヘッドセットおすすめできないんですけど、長時間つけても疲れないヘッドセットが欲しいっていう方には超おすすめ。そしてメガネをかけたらこんな感じ。メガネをつけるとね、痛くなるヘッドセット結構多いんですけど、ブラックシャーク V2 は強い締め付け感がないので痛くならないっていうのと、耳のクッション部分が布で結構柔らかめになっているので、メガネのフレームとあまり被らないようにすることも可能でした。それでは次に音声テストをやっていきたいと思います。現在話しているこちらのマイクはレーザーのブラックシャーク V2 になります。音声どうでしょうか？あ、い、う、えお、あいうえお。それでは次にコルセアの HS65 サラウンドのヘッドセット、あいうえお、あいうえお。続いてはステールシリーズのアークティスノバ1の音声になります。あいうえお、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 あいうえお。専用ソフトのレーザーシナプスでイコライザー設定だったり、自分好みのサウンドをね調節して作るっていうことができるんですけど、まあ、私もやらかしたんですけど、このシナプスっていうアプリ自体がなんか何個もあるみたいなんですよ。一番新しいバージョンだったらいいんですけど、なんか古いやつを私はダウンロードしちゃったみたいで何もできなかったので、新しいソフトをダウンロードするように気をつけましょう。自動でアプリケーションに適した音響モードに変更してくれるようになるんですけれども、これ自体もね手動にして、各ねアプリケーションソフトだったりゲームだったり、どのオーディオモードに変更するのかっていうのを細かく設定することができます。あとは立体音響モードなどでもカスタムモードでどのようにね聞こえるのかっていうのも調整することができます。そして各モードのイコライザーも変更することができるので、自分好みにね設定することも可能です。はい、そしてゲームをやっている時の感想なんですけど、まあ、音声自体はすごいクリアで、まあ、細かい音っていうのが聞き取りやすいので、まあ、APEX だったりこういったゲームにはすごい向いているかなっていうふうに思いました。敵の方向がね360度すごい分かりやすいんですけれども、まあ、私が1個ねちょっとデメリットだなって思ったこと、気になることがですね、まあ、2つぐらいありまして、1個ではなかったですね、はい、2つありまして、何かっていうと、まず1つ目に上にいるのか下にいるのかっていうのがすごい分かりづらいっていうふうに思いました。上に敵がいるのに下にいるように聞こえたりだとか、まあ、下にねいるのに上にいるように聞こえたりだとか、まあ、そういったことがですね何回もありました。で、まあ、これにねちょっとね関係してると思うんですけど、その2つ目にですね、敵が結構遠いところにいるのに近くにいるように感じるっていうのもありました。
小さい音でもこう分かりやすくクリアな感じで聞こえてるからこそ、まあ、近くにいるように聞こえたりだとか、上にいるちょっと遠めの音が結構近くに聞こえたりするので、まあ、下にいるように聞こえたりだとか、まあ、そういった感じなのかなっていうふうに思いました。なので上下は分かりづらいけど、まあ、敵が来る方向だったりっていうのはすごい分かりやすいなっていう感じ。なんか結構独特な感じで好みに分かれると思うので、まあ、よかったらね店頭の方で、まあ、試してみたりだとかしてみてから買った方がいいかなっていうふうに個人的には思いました。まあ、とはいえですよ。とはいえ、まあ、スペシャルエディションということでね、見た目はめちゃくちゃかっこいいヘッドセットになってるんで、気になった方はぜひ買ってみてください。ということで、以上、美咲美沙でした。どのー。